今日の県内は未明に最低気温が輪島市三井で 1.3 度、河北で 3.1 度など多くの地点で今シーズン最も低くなりました。こうした中、金沢市の硫黄泉スキー場ではペアリフトの設置が始まり、作業員が重さ70キロほどの座席をボルトで固定していきました。昨シーズンは雪不足によりオープンが1月下旬にずれ込み、例年の2割ほどの来場者にとどまったこちらのスキー場、営業範囲も限られペアリフトが稼働することはありませんでしたが、今年は冬将軍の到来に期待を寄せています。今年は大雪が降るという予想も出てますので、ウィンタースポーツが今から盛んになってくるので、スキー場としてもたくさんの人を迎え入れたいと思っています。硫黄泉スキー場は営業に必要な60センチ以上の積雪が確認でき次第、来月25日のオープンを予定しています。元日の地震ではこの一帯で液状化現象が見られました。今後どのような対策を取るのか専門家が検討を進めています。元日の地震で深刻な液状化被害が確認された金沢市の粟ヶ崎地区、砂丘地ということもあり周辺の道路はひび割れ、至る所で土砂が噴き出しました。すでに応急工事は完了したものの、万一再び大きな揺れに襲われた場合、いかに液状化被害を抑えるか、これまで市では専門家を交え議論を重ねてきましたが、その中で検討されているのは、地下水を低下させることで液状化を抑制できること、傾斜した地形を利用し自然流化が可能なこと、地下水低下工法が適する工法というふうに考えます。地中に大野川につながる排水溝を設置、ここに液状化の原因となる地下水を流れ込ませ強制的に水位を低下させることで地盤の強度を向上させる工法です。今後地区内では実証実験とともに住民説明会が行われる予定だということです。今回金沢では震度5強でございました。やはりその影響で、液状化が起きたということで最善を尽くして頑張っているところでありますので、またご理解またご協力をいただきたい。市では今年度内に液状化対策の工法を決定し、再来年度工事に着手するとしています。今朝福井県の越前松島水族館で行われた搬出作業、コンテナの中に入っていたのはカマイルカのゴーとニッシーです。能登半島地震の数日後に能登島水族館から福井県の水族館に避難してきたこの2頭、これまで避難先で一般公開され愛らしい表情を見せてきましたが、今回およそ10ヶ月ぶりに能登島に帰ってくることになりました。福井を出てからおよそ3時間後、今飼育員の方が総出でゆっくりとイルカを移していきます。ゴーとニッシーは能登島水族館へ。ストレスがかからないようにと今日はカメラの前に姿を見せることはありませんでしたが、2頭は無事プールに移されたということです。ようやく帰ってきた、久しぶりに帰って見たな、顔見たなっていうような感じですね。まあ、地元の方も楽しみにされていると思いますので、できるだけ早いタイミングでお披露目できたらなというふうに思います。能登島水族館では県外の施設に移された他のイルカについても年内に戻ることができるよう準備を進めていくということです。兼六園の入り口ということで観光客も大勢訪れる兼六園下交差点は、金沢市内でも特に多くの交通量があります。この場所で先月中旬から試験的に運用されている歩車分離式信号機、横断歩道の信号が青の時には車両側の信号はすべて赤になり、横断中の事故を防ぎます。そして今日、
東茶屋街方面から兼六園下交差点につながるこの道、今日から通行区分の一部が変更されました。今日から東茶屋街方面から交差点に進入する3車線のうち、中央が直進専用、右側が右折専用に変更されました。右折車両は歩車分離式信号の導入で、横断歩道の信号が赤のためスムーズで安全な右折が可能。直進する車は先行する車の右折待ちがなく、渋滞の緩和が期待されます。横断歩行者の安全の確保とスムーズな交通の円滑化というのが最終的な目的目標でございます。あくまでも交通実験でございまして、この間ですね、12月20日までの間に、いろいろな実験をやっていきたいと思います。県警では付近の別の信号機の運用も変更するなどして交通の円滑化に努めたいとしています。高い栄養価と強い粘り気が特徴の加賀丸芋、金沢市中央卸売市場には60ケースが持ち込まれ、今年の初競りが行われました。注目は重さ450グラム以上で、特に形が良く1万個に5個程度という希少性が高い最上級品プレミアム。はい、こんばんは。はい、じゃあ1番。金沢市内の料亭が過去最高値となる5万円で落札しました。私どものお吸い物にいつも丸芋新醸を作るときに丸芋って欠かせないもので、ぜひねこの機会に、競り落としてですね、お客様に提供したいと思っておりました。競り落とされた加賀丸芋は今日から順次店頭に並ぶということです。内灘町西新屋で生まれ育った橋本健介さん。地元は元日の能登半島地震で深刻な液状化被害に見舞われました。いや、もうチャリ引いてあるだけじゃない、こんな多分何も変わってないと思うし、こことかもこんなんじゃないし、まっすぐやったし、ここも道路や住宅などの被害は甚大で、西新屋地区ではおよそ4割の建物が応急危険度判定で危険と判定。具体的な復旧の見通しは未だに立っておらず、およそ1割の住民が地震のあとこの地区を離れました。いい人いっぱいあるから、まあ帰ってきてっていうか、忘れられんときもいいかな。こうした現状に危機感を持った地区の住民たち、有志で復興委員会を立ち上げ、地区の現状と町への要望などについて話し合います。そこで区長が話したのが秋の祭りについて。私区長としては、今年の秋の祭礼も、できませんし、西新屋地区でおよそ170年受け継がれてきた秋の祭礼、笛や太鼓の音とともに棒振りと呼ばれる演舞を披露しながら、朝から晩まで町内を練り歩く町の大切な神事です。最後ミスター、区長さっき祭りでいいって言ったんですけど、小学生の子は祭りしたいって、今まで通りやることは無理なの分かってるんで、伝えていくってなったら、その途切れさすっていうのが良くないことやから、ちょっとやり方考えて祭りは自分したいと思ってるんで、ちょっと考えてみてほしいです子供たちのため、そして町を出て行った人が戻ってくるきっかけになればと、橋本さんは祭りの開催を提案しました。しかし2回目の復興委員会では、思いはわからんわけでもねえけど、
いや、子供が祭りしたいって言っとったから、俺はそうやって思うんですよ。俺は思いは思いかもしれんけども、そういう側はちょっとやっぱ区長として、ね、あの賛成的な。最初から無理する必要ねがんないかよな、ほんな。一遍のほんな参加者とか、ほんな実際できるんかよ。町には未だ震災の爪痕が色濃く残り、子どもたちを心配する声が上がっていました。それでも子どもたちに祭りの楽しさを伝えたい。橋本さんたちは議論を重ね、道路事情を考慮して町の練り歩きは中止としたものの、公民館の前で演舞を披露することが決まりました。8月、この日公民館に集まっていたのはおよそ30人の子どもたち。練習が始まりました。人少なくなっていってるけど、ここでやめたらもうそれこそもう一回するっていうのは難しくなってくると思うから、できるだけ続けていけばいいかなと思ってます。上の子たちから下の子へ教え伝えていくのがこのお祭りの習わし。先輩たちが太鼓や笛の吹き方を一つ一つ教えていきます。小学校3年生の田中凛さん、初めてお祭りに参加します。結構難しいなって思ったし、でも教えてもらって覚えるのは結構楽しいから、あのこのまま練習続けてできるようになりたいなって思った。そんな凛さんも被災者の一人です。津幡町にあるアパート。すいません、ごめんください。おはようございます。田中さん家族の自宅は大規模半壊で住むことができず、家族6人でこのみなし仮設で暮らしています。家と比べると狭いです。もちろん自宅に戻りたい気持ちはあるし、西新屋のみんながいるところに戻りたい気持ちもあるし、ただその家直せるのにいつまでかかるかとか、元の状態には多分戻る、元の状態ではないところでこう生活していくのの不安とか、なんかはっきりと言えないですね。今は他の凛以外みんな元の家で住んどるから遊べん。あっちに行かんと。友達とも学校以外では気軽に遊べません。そんな凛さんが楽しみにしていたのがこの祭りの練習日。みんなに会える大好きな時間です。およそ1ヶ月間の練習もこの日が最後。凛さんたちの笛もしっかり上達しました。集まるきっかけになると思うから、何回楽しそうにしてるし、まあ、そういう場つ楽しい場作れてる。迎えた祭り当日。今年も西新屋に林の音が帰ってきました。子どもたちが一体となってこれまでの練習の成果を披露します。まだ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 これからやと、朝までやれと、もっといっぱいくれる酒、もっと頑張ってくれとや。祭りは徐々に熱気を帯び始め、橋本さんも全力で祭りを盛り上げます。みんな住むところもバラバラなので、久しぶりに皆さんに会えてよかったなって思います。いいよ、何でもいいよ、続ければいいや。続ければやめたら簡単やけど、どん
続けるのは大変だから。いい。どうすればいいけどな。みんないい顔しとったと思うし、楽しそうにしとったし、大人も楽しそうやったし、なんかあれば帰ってきてくれるから、それだけで俺は十分だ。その手伝って、それに手伝ってくれれば、すればって思うか、俺は。さまざまな課題を抱えながらも、少しずつ前を向き始める西新谷地区の住民たち。この町を離れないでほしい、そんな願いのもと、今年も祭りが大人から子どもたちへと受け継がれていきました。